まず知事の経歴について政治家としての説明責任を問います。すべて知事にしか答えられないことですので、小池知事のご答弁をお願いします。ある新聞社の調査によりますと、職員のこの4年間における小池、都政の評価というものが100点満点中 46.4 点という。29番、田上育子さん。ただいまから未来会議田上育子議員の一般質問が行われます。持ち時間は12分、質問項目はご覧の通りです。今年は都知事選挙の年です。小池知事は2016年初めて都知事選挙に臨んだ時は、都民が決める、都民と進めるとおっしゃいました。しかし2017年の希望の党の挫折、2020年都知事選挙以降は古い都政、古い議会へと逆戻りし、今や情報公開は黒塗り、国際機関の警告を無視するなど、都民との対話を基軸とする東京大改革は跡形もありません。まず知事の経歴について政治家としての説明責任を問います。すべて知事にしか答えられないことですので、小池知事のご答弁をお願いします。知事は北原桃代さんを知っていますか？また留学時代に北原桃代さんとルームシェアされていたことがありますか？海外アメリカン大学のアラビア語コースの初級コースを終えただけなのでしょうか？それとも中級上級コースを修了されたのでしょうか？またアラビア語の通訳をしていたという経歴は本当ですか？知事は1972年10月に書類選考でカイロ大学に入学したのでしょうか？書類選考のために提出した資料はどのような書類だったのでしょうか？知事はカイロ大学で1年留年したと振り袖ピラミッドに登るに書いていますが、1年生の時に落第、留年したのは事実ですか？知事はカイロ大学の進級試験に合格のたびに高いところに登ったということですが、それは4年かけて4回で間違いないですか？1年落第したのに4年で卒業できたのはどういう大学の指導があったからですか？また追試を受けたとのことですが、それはいつどこでどの科目について受けられたのですか？1976年8月は日本航空で勤務されていたのは事実ですか？具体的にはいつからいつまで勤務されていたのでしょうか？知事はカイロ大学の卒業時に教授の一人から成績はトップだと言われましたと述べていますが、それは誰からで、1976年の何月ですか？また首席で卒業については撤回するということでしょうか？それとも撤回しないのでしょうか？卒業証書には大学評議会は1976年12月29日文学志望を授与すると決定したと書いてありますが、大学による卒業の判定は1976年12月なのではないですか？経歴についての9問のご質問にまとめてお答えいたします。ご質問の趣旨はカイロ大学卒業という事実を確認するものだと認識をしてございます。このことについては知事ご自身がこれまで議会など様々な場面でお伝えしてきております。また卒業を証明する書類などについてもこれまでたびたび公にされているところでございます。私は東京都議会立憲民主党を代表して都政の諸課題について質問いたします。まず知事の基本姿勢について伺います。今定例会は小池知事任期最後の議会となります。東京都議会立憲民主党は知事提案の令和6年度予算案に反対をいたしました。これは私たちが知事に求めてきた全ての自治体での給食無償化、学校教育の無償化、家賃補助、格差解消、多様性のある東京について十分な予算が措置されなかったためです。また物価高を上回る賃上げやコロナ検証など知事が答えるべき質問に知事自身が答えない答弁拒否を繰り返し、予算の審議に対する真摯な姿勢に欠け、都民への説明責任を果たさないことから極めて大きな問題があると判断しました。小池知事には説明責任を果たし、税金の使い方をしっかり検証し透明化することを改めて強く求め、代表質問を行います。まず知事の学歴詐称並びにその隠蔽工作疑惑について伺います。公職の選挙立候補者の学歴詐称は当選無効になりうる罪です。公訴時効となっていますが、学歴詐称や隠蔽工作が行われたとすれば、道義的には現在知事であることが適当なのかすら疑問と言わざるを得ません。ノンフィクション作家の石井妙子氏の本に登場した北原桃代さんが先日実名で告発しました。さらに知事の元側近である小島敏郎氏により学歴詐称の隠蔽工作に関する証拠も示され、看過できない事態となっています。小島氏の言うようにカイロ大学卒業に関わる隠蔽工作があったとすれば、いくら卒業証書があったとしても本当に在学し学んだ事実があったのか非常に疑わしいと言わざるを得ません。そこでカイロ大学の卒業に関わって知事本人を含め知事側からエジプト並びにカイロ大学への関係者への働きかけ、メール等のやり取り自体があったのかなかったのか、はっきりお答えをいただきたいと思いますが、知事の答弁を求めます。このような疑惑がくすぶるのは
知事自身がその疑惑を完全に払拭する最も有効な手立てを取らないからです。自ら卒業証書、卒業証明書、そして海道大で学んだ事実を示す成績証明をまずは都議会に提出するべきと考えますが、知事の見解を伺います。海道大学には何年何月に入学し何年何月に卒業したのかやましいことがないのであれば自ら明らかにすべきと考えますが、知事の答弁を求めます。小池知事が知事選に出馬するのであれば、選挙公約広報に海道大学の卒業と書くのか書かないのか知事の見解も伺います。次に知事の答弁拒否について伺います。知事は都庁として答弁している、答弁拒否はしていないと述べました。我が会派の関口議員が討論で述べたように、知事にしか答えられない、知事本人が直接答えるべき質問の答弁を避け、都の職員に答弁をさせることが知事の答弁拒否です。知事は論点をずらしごまかし印象操作しようとしていますが、ごまかしの言動はやめ、答弁拒否の事実と向き合うべきと考えますが、知事の見解を伺います。知事小池百合子さん。山口拓議員の代表質問にお答えいたします。経歴についてのご質問でございます。カイロ大学卒業正式に認めておりまして、そもそもご質問の前提が間違っていると思います。なおカイロ大学による声明文ですが、あくまで大学の声明文でありまして、大学当局の意思に基づいて公表されたものでございます。次に経歴に関する2問の質問をまとめてお答えいたします。これまで議会をはじめ様々な場面でお伝えしてきておりまして、卒業を証明する書類などもすでに公開、公にしております。海路大学卒業を認めていることはご承知の通りでございます。7月の選挙についてのお尋ねがございました。現在都政運営に集中しているところでございます。小宮安里委員の発言を許します。はい、それではですね、残り少なくなってました。大事な今年は東京都知事選挙がございますので、大事なそういった時期が迫ってまいったわけです。そこで、学歴の詐称などあってはなりませんから、改めて知事には確認をしておきたいと思います。海路大学の卒業証書を都議会に提出していただけますでしょうか。小池知事、卒業のについてのご質問でございます。前世紀のことでございますけれども、私は1976年、海路大学を正式に卒業いたしております。でこれまで大学が発行いたしております卒業の証書、そして証明書につきましても、これまでも何度も公にしております。また大学側がそもそも正式な卒業について幾度も認めているところでございます。この点について、この幾度も認めているところでございまして、それ以上でも以下でもないということでございます。これにつきましては、これまで公に何度もいたしておりますことから、もう提出をすることは考えておりません。小宮委員。はい、海路大学の卒業、証書、ではなくて卒業証明書については都議会に提出していただけますでしょうか。小池知事、こちらにつきましてもすでに証明書というものが、ネットなどにも出ていたり、公にしてきたところでございまして、そしてこれを新たに提出するということは考えておりません。はい、小宮知事。小宮委員、過去に、法廷の場で、知事がですね、過去に、議会に、提出されないというのならですね、過去に弁護士と法的な対応を準備しているところであると、都議会で我が会派の議員の一般質問に対してご答弁いただいておりますけれども、名誉毀損で訴える予定などございますか。小池知事、ご質問が何を指して、おられるのかよく分かりません。ただ名誉毀損云々というのはですね、国会議員時代、先輩から政治家や権力者というものは抑制的であるべきだと知られてまいりました。で政治家としての権力には謙虚でなければならないということで、ございます。国会でもこのようなことはですね、しばしば報道されたり、それを訴える訴えないという話であるわけでございますが、総理や政権幹部という方々が一つ一つのことに訴訟を起こしているわけではない。そこはまさに抑制的に対応されていると、このように認識をいたしております。そのことから今のご質問、どの点を示しておられるのかよく分かりませんけれども、抑制的であるということも踏まえながら、引き続き検討を重ねていきたいと考えております。
はい、小宮委員。はい、ある新聞社の調査によりますと、職員のこの4年間における小池、都政の評価というものが100点満点中 46.4 点ということで、就任当初とこれ変わってないそうですけれども、落第点というふうに評価されております。職員の主な、印象的な意見として、小池知事は自ら泥をかぶっても何かを達成しようという姿勢がない、将来の成長につながる地道な対策が不十分、場当たり的思いつき的施策が多くて職員がそれに振り回されている、あるいは迎合し行政本来のあるべき姿を著しく損ねている、安全と安心は違うなどと都民の不安を煽り政治的優位に立とうとする人など、人として信じられない、私が AI だからとはぐらかす態度は、そういう態度はいい加減な都政運営の現れであると、都政を非常に冷静に見ている、都民のためにやる気のある職員というのはたくさんいらっしゃるというふうに感じました。知事の顧問団は去りました。知事が信頼関係を築かなければならないのは都の職員です。自分のためではなく真に都民のための都政が実現されることを強く望み、質問を終わります。